なので、えー、この話はですね、何の話かっていうと、その機械で、えー、つまり、えー、昨年とか一昨年の傾向からすると、今年はこれぐらいになりそうですよっていう、その統計的な予測ですね、えー、いうのではなくて、その非統計的なあ内容っていうのに、まあ、注力しないと、まあ、人としてですね、こうクリエイティブな仕事に注力したいっていうニーズも、えー、背景としてあるのかなと。 思ってますというか、実際に日本の外資系の企業様のでアダプティブ導入している企業様からすると、そういったのに乗っていきたいというニーズがあって、資料請求したというふうにあの先日もおっしゃってたので、こういう流れがあるのかなと思います。はい、で、えーとまあ、表彰を記念してです、ね、えー、最後補足の説明になりますけれども、まあ、限定特典ということでですね、えー、期間限定で資料請求いただいたただ方にですね。 こちらのレポートですね。業績見通しの精度を誤差3%台で安定させた KPI 管理法というのを作らせていただきました。で、えー、とこのレポート、どんな内容かというと。